はい、こんにちは、ジョマです、今日はですね、先日なんですけれどもドラマ剣のっていう曲の弾き語りを出したんですけれども、途中のコードがね、すごくいいところのコードがちょっとよく分かんなくて、それでも歌を出したいっていうことでね、そのままにして出しちゃったんですけれども、その後 YouTube なんか 見たらね、あ、これかっていうようなのがあったので、リベンジじゃないんですけど、そこの気持ち悪かった部分を、ね、自分の自己満足だけのための動画ですけれども、ちょっと出してみたいと思います。そこら辺だけなんでね、ちょっと軽く歌いながら弾くっていう感じで、ちょっとやってみたいと思います。で、タブとかでね、こっちの方を使って、すごくよく弾かれる方とかもいるんですけど、私の場合、この辺のね、ローコードを使って、基本的なローコードを使って弾くということなんで、そういうコードなんかも載ってるんですけどね、どうもしっくりこなかったんで、それをちょっとやってみました。転がってく様子を笑った寂しいとか愛とかわかんない人間の形は逃げ出したんだ抱えきれない言葉だらけの存在証明をこの小さな服から出らない気づいたら最後逃げ出したい僕ら全員演じていたんだエンドロールに向かって行くんださみんな必死に役を演じて傍観者なんていないのさ私なんてないよどこだっていないわずっと僕は何者にもなれないで僕ら今さんさん食らい合って延長戦線出して目に出会い合いそう誰だか試合の愛想ドラマチック Yes, yes, 息を飲んで采配はそこにあんだヘッドショット騒ぐ思いもそれ心打ち抜いてさまだ見ぬ糸を引いた黒幕の出橋さその目に映るのははい、ここまでですねでしっくりこなかった部分はこの私なんてないのどこどこになっていないのこの部分ね。ここがしっくりきたところで、あといろいろちょっと手直し、人様の歌ね勝手に手直ししちゃうというのは良くないと思うんですけど、自分で歌いやすく気持ちよく歌えるようにこれでなったから、これで練習してまたいつの日か出したいなと思います、ということで最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。